ちょっとトラブル発生。何やったの？レンタカーが借りれてないじゃん。ミスです会長、タクシーで先行っちゃったよ。いや、ちょっと急いで撮って、はい、会長のところ向かいます。これから4日間石垣 Vlog をね、ゆるくお届けするので、皆さんゆるくお楽しみください。ではダイジェストをチラ見せ。はい、会長、はい、石垣来ましたね。今回4日間でしたっけ？3泊4日じゃない。はい、10日間会長石垣で何するんですか？釣りと聞いてないんだけど、はい、なんか釣りだけじゃないんだよな。なんかビーチ遊びみたいなところよくわかんないんだけど、はい、多分だけどサンゴを見させてくれるんじゃないかなわかりました。じゃあ今回はゆるい会長の石垣 Vlog をお届けします、はい、よろしくお願いします。哲也さん、おはようございます。お久しぶりですね。お久しぶりだね。さあ、到着早々、夜ご飯ということでお魚料理ですね。会長の中にいるんで行っていきましょう1日目食事を終えていかがでしょう、沖縄料理。美味しかったですね。美味しかった。よかった。明日から本番ですからね。そうですね、明日8時からですね。8時からアクティビティが、釣りがあるっていう。からじゃはい。楽しみだな。じゃ、このここの上に泊まってるってことですね。どこだろう、高いところになるんですよね。暗くて見えないですけど、あっちにはプールが。遊ぶんですか？遊ばない、遊ばない。じゃあまた明日もお願いします。これが今いるホテルの模型らしいんですけど、今いるのがここかな。ナイトプールがあったとここなんですけど、これ見てください、超横長で、会長はここからトゥクトゥクに乗って移動しなきゃいけないみたいなんで、こっちですね。これじゃないかな遠くない？どうぞこれで初日を終えますね会長、じゃあまた明日おやすみなさい。マコスさん、あるっす。今回もマコスさん一緒なんですね。はい。同行させていただいております。後でマコスさんナイトプールがあるみたいなんで見に行きましょうか。最後。ましょう。会長絶対行かないから。行くぞ。すごいねナイトプール。ちょっと見ましょうよ。すごいね。マコちゃん。すごいよ。尺ないんだから早く。オッケーオッケー。ほんまに、いや本当に、あ、すごい綺麗ですね。ナイトプール最高ですね、ここ。床のことなんで、あのちゃんと星とか大丈夫ですか？知ってます。床のことす。星すごい、やっぱり。すごい。おはようございます。完全防備ですね、会長。はい。日焼けは老人の敵です。よく寝れました、会長。寝れましたね、割と。はい、元気になりましたね。疲れちゃってさ、夜もうふたふたで、うん。今日打って帰って楽しくですね。はい。ということで行きましょう。はい。来ました。うわ、でかくないですか、本当に。これを食う魚ですもんね。上等だな。210m。哲也さん、これ何釣ったらいいんですか。これ釣ったらいいなみたいな。200m だったらカンパチとか。はい。カンパチ釣ったら上等ですか。はい。ハタのでかいな。どのくらいの大きさなんですか。ハタでかいのはわかんない。まあ70kg とか。70kg。一番でかいのどのくらいだったら60kg。うわ。
そうだったですね。じゃあもうカンパチで見えたんだよね。カンパチ見えたんだよ。キラキラ。サラさんに助けられました。よし、あ、だができました。やられたっすね。こんなとこでやってるんですね。やったよ。よっしゃ来たよ、こっち。マコト来てる。いやこれやべえ。何これ、そんなにいいんですか。負けないんですか。これも向こうが疲れるのか。あ、ちょ、負けてないですよ。ヒデさん、こっちも負けてない。こっちも負けてない。やべえ。それ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 。はいはい。ちゃ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 。いいよ、顔顔じゃない顔。もう物語ってるよ。見えてる見えてる見えてる。あ、見えてた。来た。見えたよ。何？わかんないわかんない。あれではないよ。カンパチじゃないから、カンパチじゃない、カンパチ。来てるよ来てるよ。でかない？バカタカン来てるよ。来たね。来てるよ来てるよ。え、何あれ？カバ？カバ？おーい！マジで？おーい！何あれ？おーい！見てすいませんすいません。わあ！やっばー！やっばー！やっばー！会長の前でよ、会長の前でよ、会長の目で。でけえ！うわうわうわ！見た？かまないで！うわ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 ！なにこれ？うわあ！やべー！写真撮影タイムだ。GT じゃない？うわー！何これ？でっか！でっか！うわっ！ああ、でっけー！でっか！何メートル？30メーター。最悪。何件丸で探しましょう。潜って取りたいわ。世も末丸だね。会長は黙々と準備始めてますよ。会長潜れるんですか。誰でも潜れるだろう。すバイバイ会長。時間もなかった。何が上がってくるか分からないとこがいいんですよ、深海を。もう楽しみじゃん。この何だろうなって待ってる時間が多いんだけど。それが醍醐味ですか、釣りの。醍醐味って言うじゃん。楽しみ。何にしてるかな、こっちが取る。
ないの？モンプラありますよ。おお。終わり。これ結構いるよ。手で手繰り寄せて。たまにしますか、店長。大きくじゃない。はい。夜ご飯の場所、石垣にある花ぶさですね。すごいね、隠れ家だね。最終日ですね。最終日さん、これラストっすね。40これ、その気がしたんだね。え、掘り外れ今日全然傷ついてないよ。血が裂けたの？多分裂けました。カンパチのでかいのか、サメではない。サメだったら切れてるよ。カンパチだったらもうちょっと小さくなる。こういうことはよくありますね。帰りに甘いパイナップルは食べられません。帰りゴーヤですね。ゴーヤチャンプルです。苦い。ふるさと納税していただいたので。あ、そうなんですか。ちゃんと増やすことができるんです。あ、もっともっと増やしたいなと思って。
大したことしてます。会長のおかげで始まったのは本当に間違いない。ありがとうございます。25年前だと例え話なんですけど、25年前まではビンチョウマグロっていうマグロが、はい、早縄に行くと1日100本ぐらい上がってたんですよ、うちの父の時代は。で今うち私たちの時代になってるんですけど、1日10本ぐらいになってるんですよ。やっぱりその出場が変わってきてるのもありまして、まあ、サンゴを増やせば豊かな海になっていくんじゃないかなっていうのをみんな感じてると思います。なんか会長のサンゴゾーンができるんだっけ。そんな大げさな。いや、きっとできます。それを目標に、ね、頑張りたいなって。あ、じゃあまた石垣来た時またそのサンゴがどうなってるかっていうのをまた見に行きます、はい、ついでに釣りもして、はい、また楽しませていただくので、はい、今回いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございました。